こんばんは質問ですスポーツには競技や種目によってそれぞれ専門的な動作がありますが、その専門的な動作の強度やパイを上げたいときにできるだけ動作を近づけたトレーニングと別の動作によるトレーニング、どちらを優先させてトレーニングすればいいでしょうか競技的に競技動作をトレーニング動作に寄せるパワーと発揮や強度が弱まる気がん競技動作をトレーニング動作に寄せるとパワー、発揮や強度が弱まる気がします うーんその動作に近づけたトレーニングと別の動作にトレーニングどちらを優先させるトレーニングすればいいでしょうかってどちらも別に優先しなくていいです。あのうん別にそのどちらかその2つがどんどんってあるわけじゃないんでこの画面いっぱいに体を鍛えられる要素が全部詰まってるとしたら うーん、そうだな。<laughs> あのさ、ウェイトトレーニングみたいなトレーニングを多分トレーニングって呼んでるんだと思うんですよね。筋力トレーニングみたいなものを。あんなものは別に人間がこういうベンチみたいなのを使ったり、スクワットラックみたいなのを使ったりして、こういうものがあれば筋肉に重みをかけて、それをなんとか我慢して動かすみたいなことに制限をかけられて、 安全に重量のあるものを使って筋肉を使えるなと思ってただ作り出しただけのものなので別にそれをしてないと肉体を強くできないかって言ったらそんなこと全くなくてウエイトトレーニングですって言ってみんながイメージするベンチクリーンスクワットジャークもスナッチなんだかんだローイングだなんだなんだとかツイストだなんだかんだなんてのは 結局、便利な形にした道具を使って、なんとなく、どこかの筋肉を、重いものをゆっくりとエネルギーをいっぱい使って動かしてるっていうだけなんですよ。重いものを、関節を1つか2つぐらいを稼働させて、まあ、3つぐらいまでかな、感動させて、重いものを動かしてるっていう動作。 ああで競技でやってる動作っていうのはその競技が何なのかによりますけどその競技の種目によっても必要なトレーニングが違うし必要な動作も違うしで同じ動作でも力の入れ方も変えなきゃいけないので競技によってもだから本当無限なんですよトレーニングなんて無限にあるんですよ。 だから皆さんが言っている形の決まったトレーニングなんて、もうトレーニングの中の本当に氷山のこの辺のこの、何て画面のこの辺のこの端っこのこのぐらいのことなんですよ、ウエイトトレーニングなんて。もうそれ以外に山ほどできることいっぱいあるから、もうそういうあの競技な意味でのトレーニングっていうのにこだわらずに、この競技のこの動作するためには、これをやったらきっと今より強くなるよねって思うものを山ほど試して強くなっていってください。 そしてあの、競技の動作に寄せても、ウエイトの動作に寄せても、体を鍛えることは可能です。百獣の王国いそうのケイジョンチャンネル始まるよ